は得点、先取点取りたいです ね、 そうですね。もうやはりこういう流れというのは、ね、はい、そうそう大谷に対してはないわけですから、バッターボックスは3番の柳田。あ、これも落としてきましたが、よく見ました。今のなんかはもうボールはベース板の上通ってますもんね。まあ、ナイスコースですけどね。お前さん、はい、3回までの大谷投手について熱々ピッチングコーチの話です、はい、立ち上がりにどう試合してきた、うん、こうなればストライク先行でどんどん勝負していけばいい、はい、期待しています。ここでスライダー、少し中盤になってこの時代ですね、はい、ですからバッターランナー、はい、ランナーもそうなんですけど、柳田一気についていけませんよね。やはり振ってしまいますね、はい、手が出てしまいます。ここもフォークボール148キロ出ています。2ボールと2つボールが先行しています。レフト左中間に割れます。足の速い柳田はスタンドアップでセカンドベースと立つ。ワンアウト、失礼、ツーアウトから柳田悠岐がツーベースヒットを放っています。うん、ストレートをしっかり弾き返したと。もうそれしかないですね、ここまで見ると今のところどのバッターもストレート。2球目フォークじゃないですか、2球目フォークですかね、はい、ここでストレート打ち上がっています。レアードファールグラウンドで掴んでワンアウト。さあその柳田をバッターボックスに向かいます。まあ、1打席は、ね、明らかなストレートの狙いだったので、ストレートで勝負してこいよというところでしょうか。ランド2、ストレートできます。156キロ、やり上がってますね、ということで大谷モネは見せています。最後はフォーク、146キロのフォークです。上沢さん、お手上げです。さあこの後はクリーンナップ、まずは柳田。まあオールスター前後ちょっとこうね疲れもあったんでしょうけれど、あまりいい状態じゃなかったんですけど、飽きたぐらいからまた少しこう戻りましたよね。お前さん、はい、このあたり柳田選手もその秋田盛岡で、あの試合で3本ホームランが出たことで、すごくねこう乗っていけるということを話していました、はい、ね、あの東北遠征では8打数5安打うち3本がホームランでした。そうですね、はい、初回ホークスが先制のチャンスを迎えています。うん、それも外れました。そうですね、ストレートでいかないってことはもう、はい、歩かしてもいいって感じですよね。なるほど、今日は甘いかなって感じはしますけどね、はい、そのまっすぐを柳田狙っていきましたが、はい、ファウルボール。これも少し思い切って引っ張りました、はい、だからまあ球種より高さで 見極めたらいいかもしれないですね。カウント2-2。あ、ここで緩いカーブできました。30キロぐらい違うわけですから ね、はい、しかもいいコースが決まりました、はい、ただこの際柳田に対してはバッテリーいろんな球種を使ってきました。柳田対大谷セカンドゴロ、463と渡って併殺打、ツーアウト。大谷も意地ですよ ね、 そうですね、これはね、はい、2アップ2ダウン、バッターボックス今日注目の対決柳田です。近藤さん、はい、どうぞ。柳田選手なんですけれども、うん、大谷投手の印象を聞くと、うん、いや無理っすね、いいピッチャーだからダメ元で今日は諦める覚悟でいきますよと終始満面の笑みで話してくれました。なるほどね、まあ、心とそして、ね、体は
全く違うというところなんでしょう。今年の大谷バッター見て状況を見て力の入れ具合変えますからね。158キロ、徳田明石の時よりも力入ってますね。まあ第一打席でしっかりとキーとなるバッターを抑えておくというのもこれポイントになりますもんね。そうですね、まあ調子に乗せない。さあ三者連続三振となるか。ここまで2人連続三振を取っています。では上がりません。カーブか。今度はストレート。これもフォークが抜けてしまったんでしょうか。見逃しの三振。バックトゥーバックトゥーバック、三者連続三振でワンツースリーとなりました大谷。初球落としてきました。ツーストライク、2球で追い込んでいます。空振りの三振、三球勝負できました。今2回ねホームラン打たれてちょっと心配したんですけど、今の三球は先ほども完璧ですね。最後もフォークですね。そうですね、フォーク、まっすぐフォーク。フォークの落ち方が2回よりずっといいですね。速さよりも切れだというね話もよくあるんですけれども、まあ、力を抜いても柳田はこれヒットになりました。力を抜いてもやはりその切れが良ければバッターというのはなかなか捉えられないと。そうですね、うん、それはあります。力を抜いてもその切れというのは出るものなんですね。さあ、まあ、柳田の前では引くわけにはいかないという気持ちも作用したのか。3番柳田との対決です。まだ負けがない大谷です。センターにどうでしょうか。これは陽大館見送って入りました。柳田31号ツーラン。柳田、まあなんかおかしいと思いますよ。ここで栗山監督出てきて投手交代を告げます。柳田このシリーズ2本目のホームラン、そして大谷はノックアウトとなりました。7回途中アウトを一つも取れず。